お仕事お疲れ様、ナビゲーター。生放送をご覧になっているナビゲーターの皆さん、こんにちは。白夜極光で蛍光連邦探索隊隊長のバイス役を演じている楠木智です。白夜極光リリースおめでとうございます。私が演じさせてもらっているバイスはとても信念を大事にしている子で、ゲームではチュートリアルから出てきます。ちなみに信念といえば、私がこうお仕事する上での信念は、こう誰かの心に明かりを灯したいっていうのをずっとやってるんですけど、こうなんだろうな、先頭に立って導くというよりも隣にそっと寄り添って、くれるような演技だったりとか歌だったりっていうのを皆さんにお届けできたらなと思って日々活動しております。ナビゲーター、白夜極光で待ってるね。はじめまして、ナビゲーター。僕は風脈の森の森人シルバだよ。ナビゲーターは森好き。白夜極光でシルバ役を演じています、松岡義嗣です。僕が演じているシルバーですね、風脈の森の森人ということで、自然が大好きな少年となっております。早くナビゲーターと白夜極光で友達になりたいな。そんな目で何を見ている。ああ、私の尻尾か。そんな目で見たところで触らせはしないぞ。こんにちは、白夜極光で蛍光連邦軍団長の騎士ローナ役を演じさせていただきました、石川由衣です。私が演じた騎士ローナというキャラは竜族の末裔で、芯がしっかりしていてとても頼もしい女性です。私と似ているところは、あんまりないですかね。私はどちらかというとこうしっかりしてそうに見せかけて、内心はヘナチョコなので、何かあった時にこうさっとこう手を差し伸べてくれたり引っ張っていってくれる人がいるとかっこいいなって思っちゃいます。騎士ローナもそんなかっこいいキャラクターです。ぜひダウンロードしてみてくださいね。よろしくお願いします。あなたと共に戦えることを期待している。白夜極光で待っているぞ。氷のメスを試してみるか。ナビゲーターの皆さん、こんにちは。白夜極光で影の町に住む柳葉の漂刀こと渡り役を演じる島崎信長です。私が演じる渡りはですね、もともと医者だったんですが、とある重い出来事により患者を助けるだけでは影の町を救うことができないと悟って、イスタバンの部下になり暗鬼と戦うようになりました。ちょっとなんかダークヒーロー見舞ってね、僕は好きですね潔癖症で手洗いに5分はかけるという人物でございます。もうこれね、すごいですよ。今の世の中に適合している、まあコロナの世の中ですから、きちんとした手洗いとても大事です。もうまさにね、この時代に即した最先端のナウなキャラクターと言えるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。はいね、みんなも渡りのように手洗いをしっかりやっていこうね。ぜひダウンロードして遊んでみてください。メカとゲームの天才少女だ。こんにちは、白夜極光で蛍光に所属する人呼んで王座の少女、ガルー役を演じる内田真彩です。白夜極光リリースおめでとうございます。私が演じているガルーは巨大メカを操る少女です。戦うことよりも巨大なメカの研究とか操縦に強い興味を持っています。ガルーみたいに生活してる人は羨ましいなと思いますけどね。純粋なタイプでご自分の世界を持ってて、興味があることだけに集中できるっていう、いいなと思います。最後になってしまいますが、ナビゲーターの皆様、ぜひダウンロードして遊んでくださいね。起こしてくれるの？目覚めた後に初めて見た人はその日一日頼られるのよ。白夜極光で影の町の処刑人クスッタ役を演じております、桜彩音です。
私が演じるクスッタはですね、呪いのせいで記憶と感情がなくなってしまった処刑人なんですけれどもね、いつか人間の心が理解できるようになってほしいものですよね。皆さん、記憶がなくなったらどうしますか？何が一番困りますかって他人との会話ですよね。なんか相手は覚えてて自分が覚えてないみたいな、本当目も当てられないことになると、なんかあーそんなこともあったよねってなったり、逆にあごめん覚えてないって言える間柄だったらいいんですけど、こう絶妙な距離感の人との、ね、会話とかが一番困ると思いますね。はい、ということで最後になりますけれども、ナビゲーターの皆様、白夜曲をリリースということで、ぜひダウンロードしてください。影の街でクスッととしてお待ちしております。お目にかかれて嬉しいよ。もちろん本当のことに決まっているだろう。白夜曲行で影の街の偽りの職種ことクレイケンの役を演じる内田雄馬です。私が演じるクレイケンはいつも嘘をついているペテン師ですが、見た目はいつも礼儀正しい紳士です。嘘を多くつきすぎた結果、自分自身が真実かどうかまで疑うようになってしまっています。クレイケンはどんなやつなのか、ぜひとも皆さんプレイして、ね、確かめていただけると嬉しいです。というわけで、以上、内田雄馬でした。巨像に酒はないのか、本当に？そりゃ退屈だな。白夜曲行で RW の幹部、射撃の名手であるジョナ役を演じる日笠陽子です。私が演じるジョナは元賞金稼ぎ、不真面目な皮肉屋ですが敵には容赦しません。いつも手錠をしていて、外れているのを見た人はいないそうです。ジョナのようなかっこいい女性、皆さんの周りにはいらっしゃいますか？やっぱり私は母がとてもかっこいい女性だなと思っております。働きながら私とそして兄2人を育ててくれましたし、すごく家事も完璧だったので、そんな母のような女性になりたいなと私も思っております。RW にてジョナとしてお待ちしております。ナビゲーター、影の街の変わり者たちがお前を待っているぞ。影の街の統治者イスタバン役を演じさせていただいてます、小西克之です。というわけで、白夜曲行正式配信おめでとうございます。僕が演じるイスタバンはシャドーマスターとも呼ばれ、影の街を統治する人物です。決断力に優れ、忠誠心を重んじ、過酷な環境を生き抜いた信念の強い人です。決断力といえばリーダーには欠かせない素質ですね。僕はですね、決断力がないのでこういう方にも憧れますね。それではナビゲーターの皆さん、白夜曲行リリースということでダウンロードしてくださいね。ぜひ。光の声を聞いてください。生配信をご覧のナビゲーターの皆さん、そしてスタジオの梶田さん、イオリンさん、かなさん、北恵里さん、佐々木さん、こんにちは。高橋理恵です。影の街の記録者ことジェーンの役を演じさせていただいております。常に中立を保ち、賄賂を受け取らず、暴力にも屈しない影の街の移動資料館として名高い人物でございます。そしてジェーンのちょっと足元にあるあのカバンの中には、皆さんの情報があったりするかもしれません。もしかしたら梶田さんの秘密も書いてあるかもしれませんよ。